さ、一番やってる、一番ストフォーをやってるにあろうこの二人。行きましょう、第5回ランキングバトル。決勝トーナメントは変則5人トーナメント。1戦目ボーナスマンバーのスパーカー、ベスト5から4への戦いです。勝てばコメント、体力は5分。そしてここからスーパー総水タイム、ダブルキー押し返したい、押し返していくが、このゲームは食え、とらわれない。ボーナスマンバランスもなかなかパーカー乱れない、乱れるパーカー、中学生を落とす。マンゴー、どうしよう、どうしよう、これどうしよう、お互い座り出した、影抜ける、乱れない、パーカー乱れない。最後はゲージを使って安全に DX サイコクラッシャーまで。まず一本選手、パーカー、ベガ、しかし来た、一発出したよ、中足落とす、バーカル、めくって嵐に行くが投げ跡ける、投げ跡通る、端が近い、いけゲージがあるとか、アカウンブリア、パーカーボーブリア宣言、どうしよう、これボーブリア、もうボーナスは後ろ入れっぱ、とりあえず後ろ入れっぱ、後ろ入れっぱ、フローリング、合わせてくる、合わせてくる、あー危ない危ない、第10着、危ない、なんとか抑えたよ、1-1、相打ち、この相打ちはゲージが溜まる分ボーナスマン有利に見える、めくってツージャックビリビリ、俺昨日はあの同僚にあのビリビリって5回は言ってくださいって言われてんだけど、5回のドルマ今達成しました。しかしエクリ体力はボーナスマン有利、投げて寄せて、ゲージ使わせてからのローリング、バーカー追いかける、バーカー追いかけるけどライトニングバレー、ライトニングキャノンボール、勝ったのはボーナスマン、以上だ。そんなボス戦になってきますけど、いちいちコメントが面白いんやけど、2週間に1回笑かせに来てやん。第5回ランキングバトル準決勝第1試合、勇気 VS 翔太木、ゴッタガット、誰か下がっと戦闘時だけコンボ程度が飛躍的に跳ね上がる勇気ゴキとか言ったらこれだよ。さてこの8状況翔どう繰り返すのか、大足、大キック一発当てる、無理やりいくか、ここで足を逃れた、足を逃れる、 DX 逃れる、ラインを上げる勇気、ショー下がる、ワンチャン伺う、ロー怖がれ、維持してもしてない DX、 アイチ DX が安いな、これダブルキック突進、ダイヤスと中パン、中パンが勝つ。まず一方選手、ひしおすぎ、ダイナーと、ひしお下がる、下がると思ったら、攻める、投げる、エッジガード、落とさせない、これ、大キックの前よ、勇気も慎重に、3投げ、ここで。白いな、 DX どんどん攻める、ゆき逆逃げて、あれ飛んでる、
ってみた。おお、しかし2発目当たらないところ、大パンチが置いてある。勝ったのは秋翔詐欺。 3R とマミーフコツになってしまったような、なったようなボーナスマン。準決勝第2試合、ボーナスマン VS エブリアル。このバックボーン連発に対してボーナスマンがどこまで対応できるか。落としてギガを重ねるあたりが憎い。ギガ、逃さない。ジャブジャブジャブ、高級選手。そしてめくりバルコン、ジャクライまで。あの大パン何やってんやろな。まず1本でデイブリアル、イエス、そして救世主、これはパス当たり、投げ、通る、救世主一旦止まるだ。一旦止まるでゲージを貯めたい。ローリング、イエス、ローリング、お釣りがある。リバー差し込んでめくりループのような、何か痛すぎる。おかげやこれ、ワンチャン、当たってるんだよこれ、当たってる、当たってる、当たってる。さて刺さったよ、ライトニングキャノンボール。いちいちあるんちゃうか、あるんちゃうか。1回使った、今さて MDR 連続対中間距離を飛ばして、でもボーナスは投げる、救世主浮かして微妙、ジャクジャクジャク、あるか、あるようにも見える。 MDR 慎重に、慎重に大パン、今先打ち、頑張れ大パン、投げが通る、これはまさかキャノンボール、救世主大パン、どうする、さて中間距離を進ませた、行っちゃって、救世主ガードした、ガード、もうわからない、もうわからない、ダーリオレイキー、ババババや、スペースオペラシンボリーまで、ボーナスは追撃及ばず。勝ったのは MDR、 ラスマン VS ユキ、カードラストや。いきましょう、第5回ランキングバトル3位決定戦、ボーナスマン VS ユキ。ジャブジャブジャブ、竜巻、そしてキャッチに投げ、サボせ、さらに投げ、キッチン、投げ暴れ、投げ暴れ、投げ暴れから4手、ポッペン投げて、さあいい匂いが来た、素敵だぞ、投げすぎる、ぶっ込む、うっうっ、あー投げ抜いて、ワンダウン。さて、いい匂いがしてきました、いい匂いがしてきました、もしかしたらワンチャンあるかも。注射区ドーリング、さてキャノンボール圏内、おー大キック、飛び落とす、まず一方的ボーナスマン。第2ラウンド、おーどこ行くの、さあそっちじゃないから、バンバン、ジャクジャク投げ、ジャクキッチン、深い、消えない、気負ってる、残ってる。さてどうしようかな、ジャンパン、あーでもこれは削り、第2ラウンドは手堅く、手堅く、手堅く、勇気が取れ。ゲージ状況五分か、第2ラウンド、バーチカル、バーチカル一発が減る、おすげえ、
ワンコン EX なんかなんか可愛いシックだけど体力がほぼゴムだな。勇気がここで逆転。道着中和したい一作のブランカ高見キューパーが大機能している。なんと確かに嵐に行く。ワンコンこぶったよ。2月だ。さあさあドット、さあドット、当たってるんかい、当たるんかい。というわけで、春国殺決まりでは春国殺でゆうきさんが3位、ボーナスマンさんが4位となります。もう何が起こるか分かりません。ちょっと2週間に1回これコメント変えてきてな、笑かしに来て。最後回ランキングバトル決勝戦 MDR バトルショートに、さて開幕を取っていての MDR、 これは漁港足まで追いつき持ってきて、でもないキック押し返せ、反撃ジャブジャブジャブ、どうだ、いいか空気か、ここで最大レベル寄っている、手心を加えた結果がこれが、ああ刺さった、ワンチャン、手心を加えた結果これだったか、危ねえ。この上ショットは読めた。まず一本選手 MDR 第2ラウンド、はい、MDR 開幕を追って大キックで返す。9選手はスカートリー、9選手かわせた。さて最初のリード、さらに広げて、はい、パルボン投げ、後ろ投げ通る、ダイヤシュさあ、でもこの9選手はバックジャンプ様子見、これは呼んでた、呼んでた、うなずいている。1位中大キック、おー間に合った、バックテうっこえー、ここで攻めよっか、9選手ここでやっと刺さる。しかし、2回目、しかしてる、ガヤシ刺さらない、カード危ねー、次行く、救世主読み合いだが、セーフ、いってる、なるか、あー、なんて当たって、当たったの、削ったの、削りでやったけ、うんかい。というわけで、勝ったのは、ショウウサギ。